神山さん、はい、右手を使わないようにして今打ってるんですけど、これって合ってますか？おばちゃんの場合、右手が悪さをしちゃうから今右手を使わないようにしてるってこと？そういうことです。それはあまり良くない感じよね。右手を使わないってことはパワーの源とかにならないよね、右手が、だから右手は悪さをしちゃうからといってこう使わなくするんじゃなくて、正しく使うようにしていく。はい、右手を正しく使うっていうことを覚えてもらえるといいと思います。はい、ちなみにおばちゃんは右手の正しい使い方知ってる？いや、右手は動かないようにして打ってるんですけどね。ああ、まあそうだよね。使わないように固定しながら打ってるってことかな。そう、固定して打ってる。それはまあ、じゃあ正しい使い方かわからない、ね、そう、分かってないです。そしたら今回は右手が悪さをしちゃうから動きを止めるんじゃなくて、正しい右手の使い方を覚えていく。はい、そういったレッスンをしていきましょう。はい、おばちゃんが右手が悪さをしちゃう感覚、はい、それがどういう動きかっていうのを説明していくんだけど、右手の悪さをしちゃった時っていうのは、まあ、当然クラブがこう被るような動きをして左に引っ掛けるミスが多いと思うんだよね。はい、そうすると、あ、じゃあ左行くの嫌だからってこう手を使わないようにしようっていう状態だと思うんだけど、うん、右手のその引っ掛けちゃう使い方とか悪さをした使い方っていうのは、クラブを左に倒す、はい、トップの位置からシャフトが前側に倒れてクラブヘッドが前に来てクラブがかぶるような動き、うん、こういう動きをしちゃった時っていうのが右手が悪さをした状態っていうことだね。はい、なんでこれを正しい動きに変えてってもらうといいんですけど、はい、この右腕が開内してクラブがかぶる動作をおばちゃんはまあ使わないようにして動かさないようにして処理してたんだけど、それだと実は不十分で、これを使わないってことはまあクラブのスイングスピードが上がらなかったりとか正しい軌道で打てなかったりするんで、これを右腕を正しい動作に変えていきます。はい、で右手の使い方としては、右手が悪さをしている時の動き、こうやって左にねじる動きだったよね。はい、これが右手の正しい動きっていうのは逆に右にねじる、うん、右前腕が開外する、この動きがスイング中に入ってくるとクラブっていうのはインサイドから振られて正しいハンドファーストのインパクトが迎えられる。この動きに関しては使いすぎとかは発生しなくて、どん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 使えば使うほどクラブがインサイドから綺麗に降りてくる、正しくハンドファーストに出てくるので、この動きを意識して練習していきます。はい、右前腕の対外動作、これをクラブを持って行うと、このまっすぐシャフトが立った状態から右に倒れる、右に倒れる、こうするとトップの位置から右前腕を対外させる、対外させる、これを体を回しながら行う。こうするとスイング軌道はどうかな。バックスイングよりインサイドからヘッドが返ってきてます。そうだよね。はい、しっかりとクラブがインサイドから振られてくるとね、この動きになるように右腕を使ってもらうと、どれだけ右腕を使っても基本的にインサイドからクラブが降りてくる、アウトサイドから入らないんで、右手が悪さをして引っ掛けたようなミスっていうのは出なくなるんで、今までの右手が悪さをしちゃうからといって右腕を使わないスイングをするんじゃなくて、右腕を右に回すように、右前腕が開外するように使ってもらって、正しくスイング軌道がインサイドから降りるようにっていうのをやってもらえるといいと思うので、この正しい右手の使い方を覚える、これをテーマにスイングに取り組んでみてください。はい、今教えてもらった動作っていうのは今までやったことがないのでイメージしづらいんですけど、具体的な練習方法とかってありますか？はい、具体的な練習方法があるんでそれを紹介していきます。まずはまあ、今まで右手が悪さをしていて逆の動きを使っちゃってるんで、右腕を右に回す、この動きってイメージしづらいと思うんですよね。これを一個一個動作で覚えていくんですけど、まず1個目はシャフトの中間、ここを持ってもらってシャフトを自分に対して右に倒す、右に倒す、右に倒す、この動きだとさっき言ってた海外の動きになってるよね。うん、まずはこれが最初のファーストステップとして動作を覚えてもらう。次にセカンドステップとしては、今度はグリップを持った状態でクラブを肩にかける、なるべくこの腕は90度、ここで持ってもらったら腕を右に回しながらクラブを動かす、
クラブボックス、クラブボックス、クラブを動かす。この動きをしてもらうと正しい体外の動きになってくるので、この動きがセカンドステップとして覚えてもらう動きですね。でサードステップは今度はさっきの片手で中間を持ったやつを両手バージョンで行います。両手で持ってもらって、両手で持った状態でシャフトを右に倒す、はい、右に倒す、右に倒す、これで動作を覚えていく。でこれができてきたら今の動きを体の回転の動作と合わせていきたいんで、まっすぐ持って体を右に向ける、ここで右に倒す、右に倒す、でこの右に倒す瞬間に体を左に回す、体を右に向けて右に倒す、右に倒す、倒す瞬間に体を回す、倒す、倒す、体の回転、この3つの動作、これを練習してもらうと感覚的につかめてくると思うんで、ちょっとやってみようかな。ちょっと質問いいですか。はい、あの2番の動作っていうのは何なんですか。いや、このさ、こいつやるじゃん、それとこれは何なの。あ、それは普通にこの腕の向きを変えたっけ。腕の向きを変えただけ、うん、だからこれと別に変わらないってこと。動きは一緒、うん、これをこうやってるだけ。なるほどね。この方が2番目の動作に関しては、これはクラブでヘッドを重さになれるような練習かな。あ、これだとね、重たいわけよ。そうだよね。これはね、結構軽いっちゃ軽いんだよ、はい、簡単に倒れちゃって簡単にできちゃうから、はい、これで感覚を掴んできたら、このグリップを持ってヘッドを本当に、右前腕を対外させてヘッドが遠回りするような感覚を掴む、はい、これ結構難しいから力の入れ方とか、どうしてもグッと力が入っちゃうから、はい、力が入った状態で対外させるのって結構難しいんだよね。これを感覚的に掴んでもらうでしょ。はい、ちょっとやってみようか。はい、まず右手片手でシャフトの中間を持って、はい、右に倒す。これはどう。まあ、これは普通にいけます。結構簡単だよね。うん、簡単。 OK、 そしたらじゃあパート2やってみようか。グリップを右手に持って肩にかける、はい、そこからさっきと同じ腕を右に回すようにして、そう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 、これはどう。の方が、まあ、難しくはないけど、難しくないです。できます。できる、うん、OK。 そしたら3番目、両手でもシャフトの中間を持って右に倒す、そうそうそう、そう。でそれができてきたら体を右に向けたと、体を右に回して倒す、倒す、もう一回戻して倒す、戻す、そう、倒す、戻す。それで3回目ぐらいに倒す瞬間に体を左に回す、そう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 、もう一回やってみようか。体を右に向けて倒す、倒す、体を回す、そうそうそう、ナイスナイス。これがね、右手が悪さをしてない感覚なんで、どう。これ自体は、まあ、そんな難しくはないんですけど、こう体を回してきた時にここの左脇が開くんで、うん、この背筋が伸びてるような感じになりますね。うん、それは合ってますか。それは非常にいい感覚だね、うん、左脇が開いて左の背中が伸びきった状態、その状態で体を回してもらうと正しい右腕と正しいクラブの動きになるんで、それは非常にいい動きなんで、はい、はい、継続してやってもらえるといいと思います、はい、ということで今回は、右手は悪さをしたとしても右手の動きを止めるんじゃなくて正しい右手の動きを覚えましょうという動画でした。正しく右手を動かしてスコアアップを目指してください。